調査の結果、2年前に自殺したと思われていた貞本美紀子の手がかりを手に入れた怪盗たち。1年半ほど前、医者を名乗る白樺康隆という男が貞本美紀子の写真を持ち、神室町で聞き込みをしていたのだという。ようやく見つかった手がかりを手に、怪盗たちは医師の住む白樺診療所に向かう。一方、二人を探るもう一つの不穏な影が。目覚ましの場所変えたのに、よく寝たまま止められるね。おお、メシほら起きて、もうすぐご飯できるから、お皿くらい運んでよ。メシ、おはよう。お寝坊さん。あれ、なんで俺ここに。確か美紀子を探して、あれ、はあ、やっぱり寝ぼけてるみたいね。夢でも見てたんじゃない。ほら、もうすぐ朝ごはんできるから、お皿運んでくれる。あ、ああ。いただきます。いただきます。どうしたの？いや、今朝も綺麗だなと思ってな。え、どうしたの？突然。うん、いや、なんとなく。もしかしてまだ寝ぼけてる？寝ぼけちゃいねえさ。じゃあ私にのぼせちゃってるのかな？かもな。なんか今朝は変だね。なあ美紀子。ん？明日も一緒に朝飯食おうな。そうだね。なあ美紀子、貸し込みの件だが。やっぱよ、俺にとって親父は父親以上の存在なんだ。だから食事は楽しくする。喧嘩になるような話題は食事中は禁止。同棲始めるときに決めたよね。ああ、そうだったな。悪い。俺が洗うよ。うん、ありがとう。ねえ、正春さん、今日のことだけど。なんだ。ううん、なんでもない。そうか。なあ美紀子、こんな暮らしがさ、ずっと続けばいいな。あのよ、俺考えてみたんだけど、松金の親父も初
話せばきっと理解してくれると思うんだ。え？俺は親父と杯交わした時、この命も預けたつもりだった。だから親父的にかけようとした連中は今でも許せねえ。だがお前のことも悲しませたくねえ。正春さん、それってどういう。ミキコ、俺決めたよ。勝ち組は行かねえ。松金組は簡単にはやめれねえと思うが、なんとかする。だからミキコ、これからもずっと一緒にいよう。おはよう。二人とも朝から暑いね。え、あら純、遅かったじゃない。また寝坊？母ちゃん、寝坊してるのは親父の方だよ。まだ寝ぼけてるみたいだしな。なあ、いつまで寝ぼけてんだ。都合のいい夢見やがってよ。おい、おっさん、カイトーのおっさん、起きろって。着いたぜ。おお、そうか。何の夢見てたんだ。なんかすっげーニヤニヤしてたけど。なんだったかな、覚えてねえや。ああ、そうかよ。なあ、母ちゃん生きてるよな。ああ、あいつは自殺するような女じゃねえ。生きてるさ、きっとな。うん、そうだよな。俺を捨てて死んだりなんかしねえよな。診療所と自宅も兼ねてるみてえだな。ここに母ちゃんの手がかりが？かもな。確証はねえが。はい。急にすまねえな。俺はカムロ町で探偵やってるカイトーってもんだ。探偵？カムロ町の？ああ、人探しを頼まれてよ。ちょっと聞きたいことがあるんだ。なぜ私に？誰を探しているんです？貞本美希子という女性だ。死んだはずの俺の母ちゃんなんだ。でも生きてるかもしれないって聞いて。息子さん？あ、少々お待ちください。八神探偵事務所の海藤だ。白樺康隆です。この白樺診療所の委員長をしております。あなたが貞本美希子さんの？ああ、純だ。貞本美希子を知ってるんだな。ええ、知っていると言っていいものか。どうぞ座ってください。こんなところですみません。男の一人暮らしゆえ中は散らかっていまして。いや、いいさ、
こっちも突然押しかけちまったからな。で、ミキコの件だが、あんた、カムロ町でミキコのことを聞き回ってたらしいじゃねえか。一年半ほど前のことだ。ええ、間違いありません。なぜそんなことを？身元を確かめるためです。身元を？どういうことだ？ここを登った先の山奥に大きな滝があるんです。自殺スポットとして有名でして、1年半ほど前、その滝の下流に一人の女性の遺体が流れ着きました。それで？遺体は腐敗しており、顔は確認できませんでしたが、上着のポケットに一枚の写真が入っていたんです。新宿カムロ町のミレニアムタワーで撮った写真でした。おそらく息子さん、あなたと一緒に写った写真です。え、俺？他に所持品がなかったので正確な身元は分かりませんでした。警察も身元不明者扱いで捜査してくれていたようなのですが、捜査の進展は芳しくない様子で、しびれを切らした私は自らカムロ町で聞いて回ることにしたのです。その女性の写真を持って、先ほどお聞きした証言はその時のものでしょう。じゃあミキコの遺体を調べたのって？ええ、私です。旦那は遺体の DNA 鑑定を依頼したって話だったが、結果に間違いはなかったのか？はい、残念ながら 99% 貞本美希子さんで間違いありません。なあ、カイトのおっさん、どういうことだよ。この人何言ってるんだ。おい、カイトのおっさん。おいったら無視すんなよ。お前だってもう分かってんだろ。無駄足だったんだよ。ミキコは、お前の母ちゃんは死んでたんだ。嘘だ。白川さん、ミキコの死因自殺だったってのは間違いねえのか？遺体に不自然な外傷は見当たりませんでした。警察も他殺の可能性はないと言っていましたし、間違いないでしょうね。わざわざご足労いただいたのに、こんなことしかお伝えできず申し訳ありません。タクシーを呼びましょう。駅まで送らせます。写真、ミレニアムタワー。おっさん、なあ白川さん、ちょっといいか？何でしょう？そのミキコの遺体が持ってた写真ってのは、ミレニアムタワーでジュンと一緒に撮った写真一枚だけだったのか？ええ、それだけでしたが。あ、まさか。おっさん、おかしいな。白川さん、あんたの証言には不可解な点がある。はい。いいか、ミキコが所持していた写真がミレニアムタワーで撮ったもんで、あんたが生前のミキコのことを知らなかったなら、こいつと
あんたの証言が大きく食い違うんだよ。こいつを見てくれ。あんたの証言と食い違ってねえか？そうですか？よくわかりませんが。はあ。カムロシアターでずっと働いてる掃除のおばちゃんがいてな、あんた1年半前におばちゃんにミキコの写真見せてこう聞いたそうじゃねえか。カムロシアターに関係のある人かもしれないと。なぜわかったんだ？ミキコがカムロシアターに関係があるかもしれない人だってよ。あんたの見つけた遺体が所持していた写真はミレニアムタワーで撮影されたもんだったんだろ。他に身元につながるもんを遺体は持ってなかったんだよな。確かにミキコはカムロシアターに関係のある人だ。だがそんなことは赤の他人には知りようがない事実なんだよ。あんたがミキコ本人から聞きでもしない限りな。そのどういうことだ、話せ。わかりました、話します。どうぞ上がってください、その方がわかりやすいでしょうから。座ってください、お茶入れ直しますので。なあ、カイトのおっさん、あいつ母ちゃんを監禁してるとかじゃないか？なんか変質者っぽい感じがしたし。監禁か、だから家族にも連絡ができなかったと。可能性はあるな。だろ、襲いかかってくるかもしれねえから気をつけねえとだな。とんでもねえサイコ野郎かもしれないぜ。写真だ。髪が長いな、一時期短くしてたけど。そんな前じゃないと思う。誰が撮影したんだ、そもそもなんでここに。なあカイトのおっさん、これを撮ったのが母ちゃんがいなくなった後なら。ああ、生きてるってことになるが、これだけじゃ何とも言えねえな。
これか？なんだこりゃ。ダンベル？あのおっさんのかな。体鍛えるような男には見えねえかな。女にモテようと思って買ったけど、途中でくじけちゃったんじゃね。学校のダチにもそんなやついたぜ。ま、そんなとこだろうな。さてと、85度はコーヒーだよな。慣れてねえみたいだな。すみません。毒をもろうだなんて考えんなよ。しませんよそんなこと。食い物でも持ってんのか？おお、カイトのおっさんの分もあるぜ。ほら。そんじゃいただいておくか。
つ頃の写真だろうな。ジュン、わからねえか？そんな昔じゃないと思うけど、わかんねえな。そうか。これか？生きていた。だが不可解だな。なぜ白樺は死んでるなんて嘘をついたんだ。そもそもミキコが家族に連絡をよこさなかった理由は。ああ、いろいろおかしいな。あの医者のおっさんを後で問い詰めてやろうぜ。ミキコは生きてる。そうだな。ええ、生きています。健康上も何の問題もありません。しゃあ、カイドのおっさん。ミキコが生きてたってなら、あいつはこの2年間何してたんだ。なぜ家族にも連絡してこなかった。それに今。どこにいるんだ。ミキコさんは連絡しなかったんじゃないんです。できなかったんです。どういうことだ。
乖離性健忘、いわゆる記憶喪失だったからですよ。なんだと？2年ほど前、私は付近の河原で大怪我を負い、気を失っているミキコさんを見つけ保護したのですが、その時すでに彼女には記憶がなかったのです。ただ自分の名前がミキコだということ以外は。記憶喪失？そっか、だから連絡できなかったんだな。それでミキコはどこにいるんだ？いえ、それがミキコさんは今はもうここにはいないのです。え？いない？白樺さん、どういうことか聞かせてもらうぞ。ミキコが生きてるってことは、あんたはあいつの死をでっち上げたってことになる。はい、すべてはミキコさんを守るためだったのです。守るため？どういうことだ？大怪我を負ったミキコさんを保護した直後のことです。この辺りに普段見かけない不穏な輩が現れるようになりました。彼らはミキコさんの写真を持ち、この女を見かけなかったかと近隣住民に聞いて回っていたそうです。彼らはうちにも訪ねてきました。そして彼らの姿を遠目に見たミキコさんはひどく怯え出したのです。そいつらどんな連中だった？20代後半から30代中盤の若者たちでした。髪を染めたりピアスをしたり、派手な服装で、正直いい印象を受けませんでした。柄の悪いチンピラといった感じで、近づきたくない種類の人たちですね。きっとそいつらが2年前に母ちゃんを殺そうとしたんだ。ええ、私もその可能性は考えました。2年前ミキコさんは何らかの事件に巻き込まれた。そして自殺に見せかけるため生きたまま滝壺に突き落とされてしまったのでしょう。ですがその後死体が見つからず、ミキコさんの死が報道されることもなかった。だからこそ彼らはミキコさんの生死を確かめようとこの近隣で探り回っていたのでしょうね。じゃああんたが母ちゃんの死をでっち上げたのって？ええ、彼らの目を欺くためだったのです。なるほど、つまりミキコを監禁してたわけじゃねえ、ヤバそうな連中から守るためにかくまっていたってわけか。だが腑に落ちねえな。なんで札に連絡しなかったんだ？それがミキコさんが警察に連絡することをすごく嫌がったのです。いえ、正確には警察というより外の世界に対して異常に怯えていて、自分が生きていると誰かに知られることを極度に恐れているようでした。記憶がないのに？いわゆる記憶喪失という症状は、記憶がなくなってしまうわけではなく、思い出せなくなっているだけなのです。特に心因性の健忘の場合、過去の極度のストレスやトラウマが原因だったりしますので、忘れているはずの危険を無意識に忌避してしまうことがあるのです。要するに記憶喪失でも頭の中に嫌な記憶は眠っていて、本能的に危険を避けてしまうことはあるということです。はあ、よくわかんねえけど、そういうもんなのか。さっきあんた
ミキコがもうここにはいないって言ってたな。どういうことだ？10日ほど前のことです。私が仕事から戻ると、ちょうどミキコさんは家を出て行こうとしているところでした。テレビもつけっぱなしで、持ち物もろくに持たずに、尋常じゃない様子で玄関から飛び出してきました。私が思うに、記憶を取り戻した様子でした。記憶を？ええ、記憶を取り戻したきっかけは分かりません。ですが彼女は理由も告げず去ろうとしていました。私にはやらなければならないことがあると、そう言って。やらなければいけないこと？なんだろう。わかりません。ですがその時のミキコさんは、私が知っているミキコさんとは別人のようでした。それまで柔らかで穏やかだったミキコさんが、まるで何かに取り憑かれたかのようで、その顔は憎悪に歪んでいました。憎悪？間違いないのか？はい、私ははっきりとそう感じました。それも尋常ではない。あれはまるで身を焼き尽くすような憎悪。思い出してしまったら、正常な精神でいられないほどの何かがあったからこそ、彼女の記憶はこの2年間封印されていたのかもしれません。彼女自身の心を守るために、おそらく2年前にミキコさんのことを探っていた連中とも無関係じゃないと思います。けどさ、記憶を取り戻したのに俺たちに連絡してこなかったのはなんでだろう。それは分からねえ。連絡したくない理由でもあるのかもしれねえ。あの、もしミキコさんが何かしら犯罪を犯すつもりだったとしたら。どういうことだ？いえ、もしそうならミキコさんが死んでいることになっている方が都合がいいはずだと思いまして。この世に存在しないことになっているならば、どんな犯罪を犯そうと純君や旦那さんに迷惑がかかることもありません。ミキコさんの犯行だと発覚さえしなければ、二人を犯罪者の家族にしなくて済むのですから。カイトーのおっさん、俺なんだかすごく嫌な予感がする。だがあんた、よく警察の目をごまかして死をでっち上げられたな。私は地元の警察医をしているんです。だから別の遺体をミキコさんのものと誤認させることも不可能ではありませんでした。近くに有名な自殺スポットがありますからね。身元不明の遺体がよく上がるんですよ。そういえば貞本さんが、ミキコの遺体は顔の認識ができないほど腐敗していたとか言ってたな。ええ、偽物と分からぬよう多少細工させていただきましたが、背丈もミキコさんと似ていて好都合でした。その遺体にミキコさんの所持品を潜り込ませたのです。 DNA 鑑定もあんたが？そうですね、必要な検体を私がすり替えました。よくもまあそこまで。発覚したら首じゃ済まねえだろう。許されることではないということは分かっています。ですが、全てはミキコさんを守るためだったんです。
ミキコのやつ、名前以外は完全に忘れちまってたのか？そのようでした。住んでいた住所も生年月日も家族のことも思い出せないようでした。ミキコさんは私が見つけた時点では所持品を何も持っておらず、身元を知る手がかりもありませんでした。おそらく急流で持ち物がすべて流されてしまったのでしょう。ん？確か写真を持ってたはずだろ。ああ、それはミキコさんを保護して半年ほど経った頃、滝壺の下流の方で女性物の上着を見つけたのです。その上着のポケットにこの写真が入っていまして。ああ、これカムロ町に行った時に撮ったやつだ。やはり後ろに写ってるのはミレニアムタワーだよな。それなのにあんたはカムロシアターで聞き込みをしていた。ミキコが記憶喪失だったのに、なんであんたはミキコがカムロシアターに関係のある女だって分かったんだ？テレビでカムロ町開発の歴史を特集する番組が放送されていたことがあったんです。その番組で昔のカムロシアターのことを紹介している場面があったんですけど、ミキコさんが反応していて。反応？泣いていたんです。懐かしいような嬉しいような表情をして。記憶は戻らなかったのですが、彼女にとって大事な場所だということだけは分かりました。あの写真は彼女をカムロシアターに連れて行った時のものです。保護してから2年ほど経ち、相変わらず記憶は戻りませんでしたが、外に出られるほどには元気になっていました。私は彼女を外に出したくなかったのですが、ミキコさんがどうしてもカムロ町のカムロシアターに行きたいというものですから。白樺さん、カムロシアターでミキコはどんな様子だった？そうですね、あそこは昔とは随分と様子が変わってしまったようですが、それでも彼女は懐かしそうにしていました。思い出せないけど大事な場所だってわかるって。とても穏やかで幸せそうな表情を浮かべていましたよ。そうか。あのさ、ちょっと引っかかったんだけど、1年半前には河原で母ちゃんの写ってる写真見つけて、カムロ町でいろいろと聞き込みしてさ、母ちゃんの身元分かったんだよな。え、それは、はい、そうですね。で、死体でっち上げて警察の目をごまかしたと。それは分かるよ、母ちゃんが嫌がったんだから。でもなんで俺たちにも本当のこと連絡してくれなかったんだ？それは、その…確かにそうだな。そもそもあんた、ミキコ本人にもあいつが何者か教えなかったんだよな。あんたは分かってたにもかかわらずよ。おい、まだ何か話してねえことがあるな。すみません、本当にすみません。実はその私はミキコさんのことを、そのまさか惚れちまった手が？は？はい。マジかよ。ほとんど一目惚れのようなものだったのですが、気がついた時にはミキコさんに夢中になっていました。それからは
この生活がずっと続けばいいと思うようになっていきました。そんな時にあの写真を見つけてしまったのです。ですが彼女が自分の正体を知ってしまったら家族の元に戻っていってしまうかもしれません。だから、彼女と暮らす2年間は本当に幸せでした。至福の時間でした。女性と付き合ったことのないずっと孤独だった私のもとに突然天使のように美しく優しい女性が現れたのです。すみません、本当にすみません。ですが誓って彼女とはその清い関係を保ってきましたから、決して傷ついた彼女につけ込むようなことは決して決してしておりません。信じがたいね。2年も一つ屋根の下で暮らしてたんだろ。本当です。手すら握ったことがない。いいか白樺さん、あんたがミキコを保護しかくまってくれたことを非難するつもりはねえ。あいつを狙うヤバそうな連中から守ってくれてたんだからな。だがな、どんな理由があろうとあんたがミキコに身元を告げなかったことであいつが家族の元に戻るって選択肢を奪われたことは確かだ。そのことでミキコの家族がどれだけ心配したと思ってる。すみません、ご家族には謝っても許されることではありませんよね。待ってけ、ミキコにも後でちゃんと謝っておけよ。ま、ぶん殴られるかもしれねえか。おい、なんだよ。こんにちは、貞本美希子さんいますかね。なんだお前ら。グレン会って知ってる？新宿とかで活動している仲良しグループなんだけどさ、俺メンバーの西尾ってんだ。グレン会？知らねえな。半グレの類か。カイトさん、彼ら2年前にミキコさんのことを聞いて回っていた連中だと思います。何？あんたらさ、カムロ町で貞本ミキコの行方探し回ってたんでしょ。奇遇だね。実は俺らもあの女探してるんだよね。あの、以前にもお話ししましたよね。貞本美希子さんなら亡くなりましたよ。この人たちも美希子さんを探しに来られたのですが、亡くなったことを先ほどお伝えしたところです。残念、もう嘘バレちゃってるんだよ。前はマジで騙されたけど、俺らの仲間が最近さ、あの女をしっかり見てんだよ。それに人殺しは放っておけないでしょう。人殺しだ？あのイカレ女がよ、グレン会の先輩殺して回ってやがんだ。はあ？何バカなことを。いやマジなんだって。ほらカムロ町で若手エリートの連続殺人事件が話題になってるっしょ。あれ殺されてんの実はグレン会立ち上げたすごい先輩たちでさ、殺人現場にもあの女がいた証拠が残ってたし、早くあのイカレ女捕まえないとマジヤバいんだって。まさかそんな、それじゃあ
ミキコさんが言ってたやるべきことって、そのグレンカイって連中への復讐だったってのかよ。ま、とにかく家の中調べさせてもらうよ。ご協力感謝します。ミキコならいねえ。俺らも探しに来たんだが、出てった後だったんだ。本当かな。お前らミキコを見つけてどうするつもりだ。さあリーダーに聞いてみないとわからないけど、無事じゃ済まないだろうね。死ぬよりもっとひどい目に遭うんじゃない。仇になって幸せにやってた先輩たちの人生終わらしちゃったわけだし、ま、俺たちなりの生かしたやり方でたっぷり苦しませてから死んでもらうことになると思うよ。そうかよ。かい！だったらこっちも俺なりのやり方で邪魔させてもらうぜ。いってえなあ。ああ、くそ！顔に傷がついたじゃねえか。今日エステ行ってきたばかりなんだぞ。明日の合コンどうしてくれんだ。白川さん、順を頼む。は、はい。くそ、なんなんだよお前、なんで邪魔すんだよ。あの女の古い用心棒だよ。あ？さあまとめてかかってきやがれ。さあ来い。足なんでおりまして。なんや、もう始まっとるんかいな。俺が行くまで待て言うとったやないか。シュウちゃん、こいつマジ無理だって。あとは任せとき。俺が来たからね。もう安心や。
払いはあんたが怪盗さんやな。俺はグレン会の代表やっとる剣持ち言うもんや。俺はなグレン会のやっとった地下格闘大会で無敗のチャンピオンやったんや。みんな俺とあんたとの喧嘩楽しみにしとったんやで。はあ？盛り上げなあかんな。お？悪くねえな。休もうよ。これ以上飲んだらダメだって。今日はもうお開きにしようよ。さあ
酒、酒。みんな、縁も竹縄だけど、今日はここまで。お疲れ様でしたってことで撤収。おい、なんだありゃ。また戻ってくるかもしれませんね。一応警察には連絡しておきましょうか。なあ、カイトのおっさん、あいつら母ちゃんが仲間を殺して回ってるって言ってたけど本当かな？何にせよ俺たちの目的は変わらねえ。今はミキコを探す、それだけだ。まあそうだけどさ。送っていきましょう。私もミキコさんのことが気になりますから。お、いいのか？交通費が浮くから助けるぜ。つけられていないようですね。あの、カイトさんとミキコさんはどういうご関係だったのですか？え、どういうってなんだよ突然。カムロシアターをテレビで見たとき、彼女は涙を流していました。昔を懐かしむように。それにあなたもその話を聞いたとき、昔を懐かしむような切ないような表情をされていました。あの場所はもしかしてミキコさんとあなたとの思い出の場所なのでしょうか？もしかして二人はお付き合いをされていたのですか？さあな。やっぱりそうなんですね。ミキコとはな、一時期は一緒になることまで考えたよ。結婚まで？なぜしなかったのですか？俺は当時極道の人間だったんだ。ミキコは俺に仇になることを望んでいたが、当時俺が所属していた組がトラブっててよ。親父が撃たれて抗争になりかけてたんだ。だから抜けるわけにはいかなかったんだよ。つまりミキコさんではなく組を選んだということですか？まあそういうことになる。それで愛想をつかされちまった。勝ち込みを終えてアパートに戻ったら置き手紙が残されてたよ。カイトさんは今でも好きなんですか、ミキコさんのこと？好きってお前な、あいつは人妻だぞ。人を好きになるということそのものにそんなことは関係ないと思います。もちろん法的な問題や倫理的な問題はあるでしょう。しかし好きという気持ちは法律では縛れません。だから自分の気持ちに素直に向き合うことは罪ではないと僕は思いますね。それにあなたは後悔しているんじゃないですか、ミキコさんと別れたことを。え？なんでそうなる？勘ですよ。どうなんです？
こうして必死になって探してるくらいだし、まあすっきりはしてねえのかもな。ってことはやっぱり今でも好きなんですね。さあな。だがこいつと一緒にミキコを探すうちに、あの時違う選択ができたんじゃねえかと思う瞬間があったことは確かだ。もしかしたら俺には別の人生があったんじゃねえかってな。カイトさん、僕はミキコさんのことが好きです。一方的な片思いですが、それでもこの気持ちは本物です。彼女のためなら全てを投げ出したっていい。この命でさえも。あんたそこまで。初めてなんです、ここまで人を好きになったことが。だから僕は彼女が戻ってきてくれたらプロポーズするつもりです。なあ、くれぐれもミキコがすでに人妻だってことは忘れんなよ。もちろんです。ですがこのまま何もせずに引き下がったら一生後悔すると思うんです。だから決死の覚悟で僕は行きます。あんたなんかかっこいいわ。なんだか騒がしいな。消防車が来ているようでしたし、火事でしょうか。なんかチンピラが騒いでましたよ。社長がやられたとか言って。それって最近話題の若手エリートの連続殺人事件だよな。うちの社長もやってくれねえかな。おい、あんたら火事のあったビルどこだかわかるか。天下一通りの方みたいっすけど。海藤さん。ああ、すぐに向かうぞ。